間もなくこの町はゴーマに飲み込まれる。そうなる前に早速手を打つ。すぐにでも浄化を始める。町すべてを浄化。まだ襲われたわけではない。今さら何を。まあいい、じきに思い出す。ゴーマが現れてしまった。いまいましそれとも奴らがあの町に着く前に気候が殲滅してくれるとでも。言われるまでもない。因果要塞のマントラの3割程度がブラフマーストラにより使用されました。以上が私からの報告です。そうか。ただなんだ。私は何をためらう。言うがよい。私はあなたが報じる大義を信じてきた。だがアスラのマントラがブラフマーストラに匹敵するものだとしたら、ふん、アスラの行方も知れませぬ。いつ再び我らの前に現れるか。デウス様。デウス様、ご報告いたします。ブラフマーストラでアスラを。よい、すでに聞き及んでおる。下がれ。ですが、このヤシャメは。下がれ。デウス様。我に三度同じ言葉を語らせるか。オルガよ。あ、え、申し訳ございません。あ、
夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義を成すための力となるのだ。はい。はあ、我らがなさねばならぬこと分かっておるんだ。なかなかに面白かったよ、デウス、ヤッシャ。世界を救うという大義に真摯であること、それは究極の美を求める心と通じるものがあるようだ。セルゲイよ、次の討伐にはヤシャを同行させるがいい。その意味わかるな。よい、我らの美しき使命の何たるかを今一度確認していただきましょう。受けたまわりました。報告いたします。ゴーマが大量発生し、シント付近の都市に侵攻中です。ゴーマによる汚染は避けられませぬ。早急な浄化の許可をいただきたく。浄化か、ちょうどいい。美しく待ってもらうよ、ヤシャ。通さぬ。Shit!
残念、時間切れだよ。もうゴーマは町に到達する。人々の魂を神のお力として安らかに奉られんことを。人々がゴーマに汚される前に、我々がその魂を浄化し、我々の力とする。それだけだ。貴公もこれまでずっとしてきたこと。今の貴公の戦いに意味などなかった。美しくないね。どのみちマントラは回収せねばならない。ブラフマーストラへの補填か。ゴーマどもの動きもこれまでになく活性化してきている。すなわちブリトラの復活が迫っていると言っていい。我らのやらねばならぬことはわかるだろう。神こそその手を汚すべしか。やはり貴公はその憂いた顔が一番美しい。何？
セルゲイを引き裂いたのは怒りに我を失ったアスル。その怒りの凄まじさは自らの身を焼き焦がす。理性を失い怒りのままに暴れるアスラの拳がヤシャを襲う。